全日本囲碁連合は日本の囲碁統括団体。2010年11月に中国公衆で開催される第16回アジア競技大会で囲碁が正式種目に採用されたことを受け、日本国内の囲碁3団体が統括団体として設立し、日本オリンピック委員会の承認団体となった。2011年3月末に解散したが、2019年10月に、 一般社団法人として活動を再開している。2010年アジア競技大会では、チーノワジャパンの愛称で、囲碁日本代表チームとして、ペア後、男子団体戦、女子団体戦に出場。監督は、大竹秀夫、コーチは、神田英今村俊也アナレブン、鈴木歩美、結城佐ペア、向井千明、高尾慎治ペアの2ペアが出場。予選で、 鈴木、結城ペアが3勝3敗で9位、向井、高尾ペアが3勝3敗で10位となった。山下慶吾、井山優太、高尾真嗣、結城聡山田君を、秋山二郎の6名で出場。予選で4勝3敗の4位となり、3.4位、決定戦で、中華台北チームに3の2で勝って、銅メダル獲得。鈴木歩美、吉田美香、向井千明、 大沢なるみの4名で出場。予選で4勝3敗の4位となり、3.4位決定戦で中華台北に1-2で敗れて4位となった。ありがとうございます。